共図外磁気刺激法、共図外磁気刺激法、系統外磁気刺激法、A、トラクレイニールマグネチックスティミオレーションは、トムスとも略され、主に8の字型の電磁石によって生み出される、急激な磁場の変化によって、ファラデーの電磁誘導の法則により弱い電流を、組織内に有機させることで、脳内のニューロンを興奮させる、非侵襲的な方法である。この方法により、 最小限の不快感で脳活動を引き起こすことで脳の回路接続の機能が調べられる。反復用頭蓋磁気刺激法は RTMS とも略され脳に長期的な変化を与える。多くの小規模な先行研究によりこの方法が多くの神経症状、例えば頭痛、脳梗塞、パーキンソン症候群、ジストニア、耳鳴りや精神医学的な症状、 例えば、うつ病、幻聴に有効な治療法であることが示されている。う電流によって脳の誘導刺激を行う原理は19世紀からすでに記載されている。また、初めてのトムス研究はイングランドのシェフィールドにおいて、1985年にアンソニー・ベーカーらによって行われた。この実験では、運動やから脊髄への神経インパルスの伝導が示された。 これと同じことは、経図外電気刺激法によって、数年前にすでに示されていたが、経図外電気刺激法は、非常に強い不快感を生むという欠点があった。大脳皮質の異なる位置を刺激し、例えば筋肉などの反応を計測することで、脳機能マッピングなどを行うことができる。フメリーなどの脳機能イメージングや、イーグなどのデータと組み合わせることによって、大脳皮質領域の情報、 トムスへの反応や、領域間の接続などの情報を得ることができる。現在では、世界で数千台のトムス装置が使われ、トムスの科学的、診断的、治療的な実験に関する3000本以上の科学論文が発行されている。トムスが、どのようにして脳に影響を与えるかに関する正確な、詳細は、未だ研究の途中である。しかし、トムスの効果に関しては、 その刺激の方式によって以下のように分けられている。このように通常の刺激法と反復刺激法では方式によって異なる効果が存在するので区別する必要がある。認知心理学や認知神経科学においてトムスが重要である理由の一つとしてトムスは因果関係を示せるという点がある。非真衆的なマッピング法であるフメリーなどによって 被験者が特定の課題を行っている際に、どの能領域が活動しているかがわかる。しかし、このことはその能領域が実際にその課題を遂行するために使われているという証拠とはならない。なぜなら、このことはその能領域がその課題と関連している、ということを示したに過ぎないからである。しかし一方、その領域の活動をオトムスによって抑制、つまりノックアウトした結果、 被験者によるその課題の成績が低下したのであれば、その能領域がその課題に実際に使われているという強い証拠になる。例えば、被験者にある数字列を記憶してもらい復唱させる課題において、前頭前皮質の活動がフメリーによって観測された場合、短期記憶におけるこの領域の役割が示唆される。この時さらに、実験者がトムスによって PFC に干渉すれば、 被験者の数字列を記憶する能力が低下し、PFC が短期記憶に重要な役割を持つという証拠が得られる。なぜなら被験者の PFC の能力の低下が短期記憶の減少を引き起こしたからである。このノックアウト法、または仮想障害法は2種類の方法で行われる。人の脳内で電流を有機する方法であるため、トムスと RTMS は、 転換発作を起こす可能性がある。ただ、転換患者や薬物投与を受けている患者を除いては、トムスの危険性は非常に低い。また、5ヘルツ以上の周波数で高い強度で行う RTMS は危険性が依然低いものの優位に高まることが示されている。多くの被験者で報告されている他のトムスの副作用として以下のものがある。 トムスと RTMS の利用は診断への利用と治療への利用に分けられる。現在トムスは人の特定の脳回路の機能と活動を計測するために臨床的に利用されている。最も眼鏡で広く使われている利用法として一時、運動やと筋肉の接続の計測、つまり運動誘発電位の振幅、運動誘発電位の線次、中枢神経伝導時間の計測がある。 この利用法は脳梗塞、脊髄損傷、多発性硬化症や運動ニューロン病の患者への利用に効果的である。様々な病気の患者において異常な結果を示す計測法が他にも多く存在するが有効で再現性を持つものは少なく、さらに重要なことにこれらの計測法の診断基準がまだ分かっていない。その中でも最も有名なものとして クジライラにより報告された運動野の皮質内回路を計測する単感覚皮質内抑制がある。現在では人の脳の過疎性は RTMS およびその方法の派生であるシータバースト刺激や連合性ペア刺激などによっても計測され、過疎性の異常は多くの病気における主要内常であることが指摘されている。 多くのトムスと RTMS の研究が様々な神経学的、精神医学的な疾患に対して実施されたが、確証を得ているものは少なく、ほとんどの場合は効果があったとしても非常に小さい。下記のいくつかの疾患ではトムスによる治療の効果があると報告されている。このような研究の大部分がプラセボ、偽薬効果の適切な排除が不可能であり、 このような効果が、プラセボによるものである疑いが排除できない点に、関して注意が必要である。一般的な用途のトムスと RTMS 装置の代表的な製造者として、一家の企業がある。アメリカでは、いくつかのトムスと RTMS 装置は、アメリカ食品医薬品局による、抹消神経への刺激の認可を受けている。従って、アメリカでの脳障害への利用は、 原則的に、それぞれの医師が適切であると判断した場合に、認可外の薬品の使用と同様に、認可外で行われる。しかし、ほとんどの合法的なトムスの使用は、病院倫理委員会の定めるリサーチプロトコルに従って行われる。特に、アメリカでは、FDA の治験医療機器の適用免除に従う。トムスの研究への利用のために、 FDA の認可を受けるには研究者たちや FDA 各地の倫理局によって評価された危険度によって決定されている。うつ病の治療に対するトムスの利用認可の出願は2006年に FDA に提出されている。FDA はリ d ロジェクルディバイセスパネルを2007年1月26日に開き、トムスの臨床への利用認可を審査した。その結果、委員会は この治療の安全性に関する懸念はないものの、治療の有効性には明確な疑問が存在するとした。うつ病の治療としてのトムスの利用の認可に関する FDA による最終決定は2008年半に行われるとされている。医療機器としてに限っては、トムス装置は一般に販売されていない。また、これらの装置は効果、基本的なもので2万5000から10万アメリカドル。 最新の目標指示、計測装置で50万アメリカドルでもある。ヨーロッパでは、トムス装置は、医療機器指令に従い製造され、CE マークによって認可されている。したがって、EU 内では自由に販売されている。トムスは、単純に言えば、ファラデーの電磁誘導の法則を応用して、頭皮や頭蓋骨などの絶縁組織を通過して、電流を不快感なく、流す装置である。 ワイヤーのコイルはプラスチックの中に入れられ頭部に当てられる。巨大なコンデンサからの急速な放電によってコイルに電圧が因果されるとその巻線に急速な電流の変化が生まれる。それによりコイルの平面に直行するように磁場が生まれる。磁場は頭皮や頭蓋骨に妨げられることなく通過し頭蓋骨に対する接線方向に コイルの電流と逆向きの電流を脳内で有機する。脳内に生じた有機電流は、皮質表面への電気刺激と同様に付近の神経細胞を活性化させる。脳は一様な電気伝導体ではなく、不規則な形をしているため、この電流の経路は、モデル化するには複雑である。MRI に基づく定位固定制御により、トムス刺激の目標との誤差は、 数ミリメートル程度になるとされている。異なる磁場パターンを生み出す様々なタイプのコイルが存在する。例として下記にあげるものがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。